ました、ケマスクッキング。今日やる料理はね、はい、じゃじゃん、はい、豆腐買ってきましたってことでね、今日はね、もう超簡単、キムチ肉豆腐ってやつ作っちゃいます。はい、調理スタート。はい、今日の材料説明いきます。はい、まず、はい、豚バラちゃんが 150g。 はい、それからね、豆腐、これは1丁分ね、これ全部使っちゃいます。それから、はい、キムチが 160g。それからこれはね、半分ぐらい使おうかな、えのき半分ぐらいね。はい、こんだけです。よーし、じゃあね、よいしょ。よーし、じゃあね、早速ね、調理の方行ってみたいと思います。今日はね、まずね、もう超簡単にいきますよ。まずね、タレの方いっちゃいます。まずこれね、水が 150cc 当てます。はい、こんな感じ。はい、それに、はい、今日お世話になるのは、はい、はい、いつも通り人間ですよね、めんつゆさん3番濃縮のやつを、150g ぐらいの、あ、 150cc か、 150cc の、 水に対して、はいね、めんつゆさんを、50cc ハイパン入れます。はい、それでね、今日はキムチ味にしたいということで、この間購入したですね、この桃屋さんの桃屋キムチの素、これ使います。これでね、こんな感じで、これを大さじ1杯、はい、こんな感じで入れて、よいしょ。はい、そしたらね、はい、お砂糖ね、お砂糖大さじ。はい、これでもうタレの完成です。これをね、もう今日はものすごい簡単に作っちゃいますからね、この感じで、うん、味が決まったら、ここに素材をどん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 入れていっちゃいます。はい、そしたらね、はい、まずね、豚バラちゃんですね。はい、豚バラちゃんをこんな感じで、だいたい2センチぐらいですかね。こんな感じで食べやすい大きさに切って、はい、これね、どん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 こう広げながらタレの方に入れていっちゃいます。はい、今ね、タレの方ちょっと映ってないけど入れてますからね。もうどん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 ね、もうやりながらバンバン作っていっちゃいますからね。はい、今日はね、はい、豚肉ね、こんな感じでこう広げながらこう入れていって、はいはい、はい、そしたらね、はい、えのきちゃん、はい、ヘタだけ取って、こうやってね、ばらしながらもう入れていっちゃいます。よいしょ、イエーイ、美味しそう。こんな感じでね、ばらしながら入れていっちゃって、はい、ここに、はい、はい、キムチちゃんもバーン入れちゃいます。はい、よし、はい、さらにさらに、はい、豆腐ちゃんもね、こんな感じでもうね、さえの目にこんな感じでこうね、切りながら入れていっちゃいます。はい、ほい、全部入りました。よいしょ、はい、グラ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 沸騰してきました。はい、そしたらね、この段階でちょっとね、一回お味見てみますね。はい、ちょっと味見てみます。あー、いい感じですね。うん、はい、そしてね、はい、味が決まったら、はい、ところで、はい、電化の宝刀、水溶き片栗粉ですね。はい、水溶き片栗粉は、はい、ちょっと火を弱めてあげてね、こんな感じでこうゆっくりね、お玉の背を使ってこんな感じでゆっくりね、で、とろみを見ながら、ちょっとずつこう加えてあげて、で、しっかりこう水で溶いてあげて、で、ちょうどいいあんかけ状態に持ってきます。はい、ちょっと待ってくださいね。はい、はい、見た感じわかるかな、こんな感じで、ね、麻婆豆腐みたいなね、とろみがついたら、はい、そしたらね、ちょっと火を強めて、しっかりね、片栗粉に火通してあげますね。はい、よし、はい、こんな感じでしっかり火を通したら、はい、ここで、最後の仕上げに、はい、ここで最後の仕上げにね、辛みがすごい好きな人はここでラー油です。で、そこまで辛みが必要ない人はここでごま油です。まあ、とりあえずごま油で仕上げていきます。ごま油小さじ1杯、はい、こんな感じでね、はい、こんな感じでごま油をひと回ししてあげたら、はい、こんな感じで、はい、はい、もう完成となります。よいしょ、はい、そしたらね、はい、器に、はい、出来たての、キムチ肉豆腐ちゃんをたっぷり盛り付けて、はい、おいしそう、はい、もうたっぷりたっぷり、うわ、たっぷりんばかりだね。はい、こんな感じで盛り付けたら、はい、最後の最後に、あったら、はい、万能ネギなんかこちらしてあげて、よし、はい、完成しました。今日の簡単料理ね、豚キムチ肉豆腐の完成です。めちゃめちゃ美味しそう。よし、じゃあね、早速ね、食べてみたいと思います。はいはい、今日の感じは、
こんな感じだよ、めちゃめちゃ美味しそう。うわ、熱くて持ってんのつらいわい。よいしょ。はい、ってことで、今日もこれを食べる前に、はい、いつも通り、はい、チューハイタイム。皆さんお疲れ様でした、乾杯。美味しい、もう毎日楽しい。うわ、暑いわこれ、めちゃめちゃ暑いんだけど、よいしょ、今日の感じこんな感じですよ、めちゃめちゃ暑いですよ、よし。よっ、じゃあ早速ね食べてみたいと思います。いやー、これはレンゲですね。よいしょと、うわー、もう熱々ですよこれ。よいしょ、よっ。さあ、じゃあ早速いただいてみたいと思います。いやー、トロトロですよ、トロトロ。これわかるかな、このトロトロ具合。ねえ、ま、見た目麻婆豆腐みたいですけど、これは味はもうなんていうかな、キムチ味ですね、キムチ味。まあなんで辛いけど、麻婆豆腐に比べたらこうなんていうかな、キムチの発酵した味が入ってるんで、またね一味違います。それから豚バラも大きめに切ってあるし、ね、じゃあちょっと早速いただいてみたいと思います。いただきます。あっか、うん、うん、これはね、うん、めちゃめちゃ美味しい。これはね、なんつうかな、うん、やっぱりキムチ独特のなんていうかな、味わいがありますね。辛くて美味しい。本当にね、麻婆豆腐とは味わいが全然違います。ね、こうえのきだけね、えのきも結構ね、これ合いますよ。暑いからね、何しろ出来たて気をつけないとまた味出る。うん、すごいシャキシャキ。なんでこれね、何がいいって、まあ作ってるの 見れば分かると思うけど、ものすごい煮込んでないんですよ。もう煮込み料理っていうよりかは、もうなんていうかな、火が通った瞬間にもう あんかけで止めて、はい終わりみたいな。結構もう作る時間はもう本当に短縮できます。で、早いですね。で、やっぱりそのまあね、麻婆豆腐とかに比べたら、まあダイレクトにあれ、ニンニクとか生姜とかいろいろ香りをパンと立たせるんで、まあ香りはね、やっぱ麻婆豆腐とかにしっかり作ったやつの方がまあ味わい深いは深いんですけど、これの嘘はね、とにかくそのまあキムチのこのね元使って、この中にもう旨味成分すごい入ってるんで、それはもうその味を利用して、でかつこれをキムチの元とキムチ使うことによって、なんていうのかな、発酵食品の良さが出るんですよ。なんていうか、そのアミノ酸が豊富で、なんていうか体にもいいんですよね。でちょっと辛いのでもうカカカカくるし、でそのなんていうかな、その煮込まなくても味そのものがしっかりしてるんで、でそのままだとスープ状だとおかずにならないところをあんかけにもうすることによって、こうやってもう簡単にトロトロして味がね、豆腐なんかにも馴染みますね、あんかけにすることによって。なんでこれをこう混ぜたにして、こうやってね、まあ豆腐とえのきなんかほんと合いますからね。いただきます。うん、うん、うん、ちょっと冷めたらものすごい食べやすいね。なんでこれをね、当然この味なんで、ご飯の上にバンぶっかけちゃってね、麻婆豆腐みたいにこうザーッとこう食べるっていうのもいいですし、まあこの感じでしっかりこうまあなんだろう、ビールとか紹興酒とか飲みながらねっていうのもいいと思いますよ。いただきます。だいぶ冷めてきたんで食べやすくなる。さっき危なくてね、いつも味ってなっちゃうからね。うん、うん、美味しい。ってことで、うん、今日のこの簡単料理ね、うん、ものすごい早いです。沸騰したと同時にも止めて、もう全然味が乗ってるんで、そういう感じで、この今日の簡単でね、ボリュームもすごい、これこの量できちゃったから、だからこれ完全にね、2人か3人用、これ1人だと結構多いぐらいですね。なんで今日のやったやつは大体2人前として考えてくださいね。ということで今日のこの簡単料理、キムチを使った、
キムチ入り肉豆腐、豚キムチ豆腐の方がいいかな。豚キムチ豆腐の、はい、作り方でした。ああ、もうなんかあれなんでし、喋りがおかしいんで、豚キムチ豆腐、キムチ入り肉豆腐、どっちがいいんだろうな。まあいいや、豚キム肉豆腐、はい、大成功です。皆さん、簡単なんでやってみてください。今日も、ご視聴ありがとうございました。